ピンチがチャンス !JJ チャンネルです。皆さんどうもおはようございます。こんばんはということですけれども、今日は木原官房副長官の事案、今騒がれてる事案についてもの申したいなっていうふうに思います。 え僕もこの動画一本ですね、朝日新聞元記者の、えー、佐藤翔さんですかの動画を見てですね、この方言うてること素晴らしいなとっていうことで、ほぼほぼその方ね、言ってることを僕もガテンが言ったので、まあ、情報を流させていただきました。だけども、今ですね、インターネットで たくさんの方が、ね、えー、百田直樹さんであったりですね、えー、いろんな人、有名な人がですね、この事件についてバンバン取り上げてますよね。で、僕それ聞いててですね、ちょっと違和感あるんですよ。なんか変な方向を言ってるなと。そもそもこの事件、ごめんなさいね、こんなこと言ってね。そもそもこの事件、皆さん、どんな事件で、そして何がそんなに悪いのっていうことですね、根本分かっている方はいらっしゃいますか 僕はこの事件ですね。ちょっと物申したいんですよ。俺、はっきり言って、あの、この事件何がそんなに悪いのっていう風な動画になるかもわかりません。これちょっとね、時間かかるかもわかりませんけど、僕の話聞いてくれませんか聞いてくださいね。すいませんね。例えば、これ、こんな事件なんですよ。木原官房副長官の奥さんが結婚する前に犯罪を犯していた。 っていう報道です。で、どんな犯罪やったかっていうと、殺人事件。ひょっとしたら、主犯やないかと、奥さんが主犯やないかという事件が、週刊文春で報道されて、これは大変なことやということになったんですよ。これ事件、十、0えー、2006年ですから、17年前の事件ですわ。これね。だこれちょっと話を置き換えてみましょう。こんな話ですわ。皆さんの奥さんが、ね、 今、いきなり、ね、えー、家宅捜索に入られて、おい、なんでお前の実家に家宅捜索入られたんやって奥さんに聞いたら、いやー、なんか私ね、17年前ね、結婚してたやんか、あんたと一緒になる前ね、その時の旦那が亡くなってんねんけれども、私が殺した殺人容疑で家宅捜索に入られたんやっていうことなんですよ。そしたらこんな話になりませんかおい、 お前、前の旦那やったんかという話になりますよね。そしたら奥さんが、私そんなことやるわけないやんか、あんた。なんかこれ勘違いやわ。ってね。あの時の私と、えー、亡くなった旦那の共通の知り合いの Y さんっていう人が、なんか警察にそんなようなこと言うてるみたい。で、私ね、その、お前のほら旦那とね、結婚している時にね、あの、愛人、 Y さんっていう愛人がおったっていう話やねんけど、まあこれは私も悪いことしたかもわかれへんけれども、その愛人やった Y さんが覚醒剤で捕まって刑務所にいてるときに警察から取り調べがあって、その時に私から電話があってね、私が殺したから何とかしてくれて相談を受けたっていうことが文春で報道されたのよと、まあこれは一般の人やから文春で報道されへんと思うけれども、ね、言うたらこんな話ですわ。皆さんの奥さんが17年前に殺人 をしててた容疑かかけられてるかられるどないほんならね、普通こうしませんかねお前が、嫁ねお前がやってないって言うのやったら身の潔白を証明するしかないよな言うて、一生懸命身の潔白を証明するように協力してあげますよね。奥さんを守ってあげますよね。これが普通じゃないですかだって結婚する前の話やから。 ね、結婚してからの話じゃないんですよ。結婚する前、死らん時にやった罪で奥さんが追い詰められている。ね、そんなことやってないって言うのやったら守ったろうという話じゃないですか。ね、これが、この話が、そのまんま木原の事件なんですよ。そうしたら、ね、なんで木原がこんなに言われてるかって言ったら、権力の中枢にいているから、 お前あかんのちゃうかっていう話になってるんですよね。じゃあなんで一般の人やったら許されて権力の集中の人やったらそれが許されへんのかっていうところについて僕は曲がった報道になってるんやないかなっていうふうに思います。これは事件、報道されてからの行動で叩かれていって内閣を潰しにかかるこんないわゆるちょっと曲がったよじれた 世の中の風潮というかですね、流れっていうのはあるんじゃないかなということでお話したいと思います。僕はね、あのー、気づいてる方いらっしゃると思いますけれども、僕は権力持ってるやつが、権力に物をね、言わせて、人をコントロールすることが世の中で一番嫌いなんですよ。 これほど嫌いなことはないんですよ。だから昔から権力の持ってるやつが、えー、全員嫌いというわけではないんですよ。権力持ってるやつがその権力にものを言わして何かをコントロールしよう、圧力をかけようという動きをしたときに僕は徹底的に反抗してきたタイプなんですよ。大嫌いなんですよ。じゃあちょっとこの事件ですね。 もうちょっと、もうちょっと事例を変えて話してみましょうか。大会社の社長の奥さんだったらどうなってたかっていう話をします。で、僕は大会社の社長です。皆さんが知ってるどこの企業でもいいです。テレビコマーシャル売ってるような企業の社長でした。これが、ね、えー、報道されたとしましょう。えー、大会社の社長の奥さんが、ね、えー、昔殺人を犯してたかも分かれへんっていう記事が出ました。だからなんやねんっていう話じゃないですか。ね。 え、よくよく記事を読んでみたら、え、この大会社の社長が結婚する前、で、ね、知り合う前の事案やった。ね。あ、別に構えんのちゃうの知らんかってんから。言うだけの話ですわ。違います。それ以上何すんの。で、この大会社の社長がこのいして言いました。うちの嫁は、ね、そんなことをする嫁やないと。ね。徹底的にこれは、 真実、ね。無実ということを証明するために俺は協力するぞと。俺の嫁は無実やと。ね。お前らガタガタ言うねやったら告訴するぞと。ね。うちの嫁は、あの、無実やって言って、何の罪にもなれへんよね。 逆にですね、好感持てるんじゃないですか奥さんを一生懸命、うちの会社の社長は、あの有名な企業の社長は、結婚する前の事件、こんな疑いがかけられているのに、一生懸命守ろうとしているっていうことで、逆に株が下がるどころか上がる可能性もある事案やないですか僕はこう思いますよ。今の世の中、ね、自分の、 え、汚いところに蓋をする、ね、えー、ような社会の中で、正々堂々と記者会見をして、このように、俺は嫁を守るでと、ね、あのー、会社の社長を辞任してでも守るでと、別に辞任する必要は何もないですよね。ただの疑いやからね。 こう思うんですよ。じゃあなんで木原やったらこんな問題になってんねんっていうとこそもそもの問題です。僕は一般やったら何の問題もなかったと思いますよ。嫁さんと結婚する前やからね。これ何回も言っときます。これは、こっから先はちょっと話が変わってくるんですよ。なんで木原やったらあかんねんっていうことなんですけれども、僕の一番ね、嫌がる、ね、さっき言った権力です。権力を持ってる人間やからダメだっていうことなんですよ。 あの、まずえ、こんなこと言われんでも分かってるかと思いますけれども、ね、官房長官っていうね、の副官房長官ですよね。木原っていうのは官房副長官です,ですよね。で、この官房長官っていうのはどんな仕事をするかっていうと、内閣をまとめてるんですよ。 内閣をまとめている。で、内閣って何かっていうとですね、え当然今だったら岸田首相、岸田首相を取って、 とするこの内閣いいつももどどどこここのの大臣は誰と誰並んでででるじゃなすすかあれれが内閣ですけれどもこの内閣閣けっていうのはめちゃくちゃ、もう国のすべてを司る権力を持っている、これ以上、日本で言うと、この内閣以上に権力を持っている人間はないんですよ。権力組織はないんですよ。で、この内閣、どれだけの組織かというと、全国で27万人の、えー、スタッフがいている組織です。ね。 で、もし、あのー、もっと言うならば、これ警察の職員が29万人、30万人いてますから、そんなんも足していったらすごい組織体になるんですよ。ね。で、この内閣、この内閣をコントロールしているのが官房長官です。で、この内閣の中には、ご存知のように、 官僚組織、官僚のトップって言ったら事務次官って言いますよね。みんな官僚になったら東京大学出た人間が霞が関になって事務次官を目指します。でも事務次官になろうとしたらですね、このいわゆる内閣の え、が任命するんですよ。事務次官で、あの、人事権持ってるんですよ。ね、だから内閣総理大臣。え、つまり、えー、今だったら岸田ですよね。岸田が OK せなあかんですよ。で、岸田の手先となってるのが大臣ですよね。各省庁に大臣がいて。この大臣が事務次官、お前やお前やって決めるから、ここで政治家と官僚っていうのはぐっと官僚は首根っこをつかまれてるわけですわ。めちゃくちゃ権力持ってるでしょ東京大学を出て、ね、官僚のトップを 任命できるのが内閣です。 ね。そして、もっと、力をね、わ、えー、かりやすく言ったら、警察。警察の組織のトップで誰ですか警視総監ですよね。えーえー、あとは警察庁長官ですよね。これが超トップですよね。この二人を任命するのは、この警察のトップ、三十万人のトップを任命するのは誰ですかこれを任命するのは、国家公安委員会っていうところが任命します。だから、辞任するときには、この間大好きだった中村さん。 で、辞任しましまたねね安倍さんの事件で,、ね、で今は100代かな ?101 代目の方が、えー、警察庁長官になってますけれども、誰が任命するかっていうと国家公安委員会のトップが任命します。国家公安委員会のトップって誰ですかそうですね。内閣。総理大臣から任命された法務大臣ですよね。つまり内閣なんですよ。つまりこの内閣っていうのは警察組織も コントロールするし、全国の事務次官の人事権も持っているで。この内閣をコントロールしているのが、そうです、官房長官。つまり、官房長官っていうのは、内閣総理大臣の手足となる。この内閣、えー、官房長官の右腕って言われているのが、えー、今、騒がれてる。 いわゆる木原です。だから問題なんですよ。権力を持ってる人。ね。この権力を持ってる人が、ね。こんなことですわ。さっきね、皆さんの奥さんが疑われたときに、ね。えー、もしくは大会社の社長の奥さんが疑われたときに、えー、こんなこと言うたとしましょう。 お前らなぁと、俺の嫁のことをね、まだ犯罪も決まってないのに、ぐちゃぐちゃ訴えんねやったら、お前、ぐちゃぐちゃ言うねやったら、逆にお前告訴してやるぞっていうふうに、え言いました。これ何か問題ありますか何も問題ないですよね。そうですよね。嫁を守るために嫁の悪口言うねやったら告訴するぞと、名誉毀損で訴えるぞっていう話ですから、構いませんよね。ところが、 これが、権力を持っている人間が言うとどうなるかっていうとですね、これは、恐喝になるんですよ。そりゃそうですよね。あの、国家公安委員会のトップも任命できる警察庁長官、え、もしくはあれですわ、あの、警察をコントロールしている最高、ね、えー、検事、ね、いわゆる検事の最高の検事ですよね。 えー、いわゆるこの、えー、検事、えー、何てっうかな、えー、総裁検事やったかなんか言いますよ、トップね。この、検察庁のトップ、も任命する。ね、これも内閣、えー、総理、内閣府が任命するんですよ。だからもう警察組織全部の、もう権力のトップなんですよ。この権力のトップが、ね、お前、俺のこと記事に書いたら告訴するぞ言うたらね、これ、ビビりませんか ビビりますよね。それを木原がやったから問題やってなってるんですよ。木原が告訴する言うたでしょあの、週刊文春をね。お前な、そんなこと言うのやったら告訴するぞと。これめちゃくちゃ怖いですよ。ね、皆さんも逆に思ってください。街歩いててね、めっちゃ偉い警察が来てね。お前それ以上言うたら逮捕するぞと, <laughs> と。告訴するぞと。お前逮捕して刑務所を掘り込むぞ。言われたビビりませんかね。 なので、これを言っちゃったんですよ。ここが問題やいうことなんですよ。権力の中枢にある人間が民間の会社を ある意味、脅してるんですよ。お前、それ以上記事書くんやったら、お前、それ以上俺の嫁のことを言うねやったら、お前、告訴するぞと。ね。これは、木原が言うてるんじゃないですよ。え、内閣が言うてるんですよ。要は、警察庁トップも任命できる、警察も動かすでと。ね。え、検察も動かせるで、おいらはトップやで、このトップがこれ以上やったら捜索するでっていうふうに言ってるから、これは危険やということなんですよ。権力を使う一番嫌な、ね。だから言うたらダメなことなんです ここで木原がこういうふうに言ったらよかったんじゃないですか。えー、うちの嫁が今疑われてる事案がありますと。はっきり言ったらよかったんですよ。でも僕の結婚する前の話です。でもうちの嫁はそんなことをする嫁とは思っていません。ね。なので僕はこれは嫁の身の潔白を証明するために一生懸命頑張りますと。辞任はしませんと。皆さん何でも公表しますからね。あのうちの嫁の,あの潔白を証明しますよって。これ会見したらよかったんちゃうの これで良かったんちゃうの。それをね、脅したからあかんいう話なんですよ。権力の中枢にある人間が、おい、これは文春と、お前誰の嫁を捜査しとんねんと、おい、警察、おい、誰の嫁を逮捕してんねんと、お前らただだすませへんぞと、出世の道はなくなるぞと、この事件に関わった警察組織、刑事、ね、そこの本部長、みんな、俺らは、 ををを牛耳っっってててていいるるる権力のの中枢ににに人間やかかららうううち家族手出すすなな話したここれが問題になってるということですね。で、僕は一番嫌いなことをやったんですよ。ところがですね、これね、こう思うんですよ。この事件自体は僕はさっき言ったように、木原がね、うちの嫁はそんなことしてへんと結婚する前の話やと。身の潔白を証明するためにね、一生懸命警察の捜査に協力すると真犯人を見つける、もしも犯人がいてるなら、っていうふうに言っ,言ったらよかったんですよ。 ところがですね、これね、この間も話したように、ね、これ、あのー、前回の動画を見てくださいね。今の岸田政権、まあ日本で一番権力を持ってる岸田ですわ。この、いわゆる全ての官僚の首根っこを押さえてるのが、これ内閣のトップですからね。この、ね、岸田を下ろそうとしている、 菅さんがリークしたんやないかっていう話、ね、朝日新聞の記者さんもされてるような話をしましたね。で、ね、ここで話が曲がってきてるんですよ。これ、なんで曲がってきてるかっていうと、これからね、えー、どんな風に事件が僕なっていくかっていうと、その権力の中枢になっている人間が、この事件っていうのは2018年に警察が再捜査に入ったんですよ。事件自体は2006年に奥さん、 ね、今の木原と結婚する前に知り合っていたご主人をやった2006年の事件。この事件自体は、もう旦那が覚醒剤をやっている時に自分でナイフで首をぶっ刺して、え、G マルした事件で解決してたんですよ。解決してたんやけど、そっから12年後の2018年に、え、これを再捜査が入ったんですよ。で、再捜査が入った時にですね、これ怪しいなと、ね、これ G マルやったけども、この時結婚しとった奥さん、 の愛人がおったんですよ Y さんっていうこの愛人の車が夜中に向かってるやんかとこれなんでこんな事件当日にこの愛人が事件現場に向かってんねんいうことでこれを奥さん怪しいなちょっとこの愛人調べてみよういうことでこの愛人の取り調べに行ったんですよこの愛人その時刑務所入っとったんですよ当時の愛人ねこれ Y さんって呼ばれてる人ねそうしたらこの Y さんは自分の身の保身のために喋ったんですよお前は刑務所入ってるけどこの事件にも絡んでんねんやったら全部話せえへんにやったら ととと罪をももするででないでとね今のうちに全部喋っとけどね、ちょっと情状酌量ね、余地で早く彼主をさせたのはいうような話があったんちゃうかな、これね。そしたらワイさんは、まあ、もう十数年前の話やから、せやな、ここで洗いざらい話しとこと、ここで前のね、えー、彼女、愛人ね、言ったら、木原の嫁をかばう必要ない、早く出れんねやったら、いうことで、20回とか30回とか、宮崎刑務所で担当警察の警察官に対して、ブワー喋ったと ですわ実はあの時、俺はあの、今の木原の嫁と愛人として付き合ってたけれども、電話があって、ね、その電話は旦那をやってもうたから助けてほしい,いう電話で現場に駆けつけた。それが夜中、僕が N システム映ってた車ですわ。だから僕は事件に関係してないいうことを全部喋ったんですよ。で、警察はやっぱり、あ、この事件はそうやと。あそしたら、ね、まあ刑務所に入ってるような、ね、当時は嫁やっ とか愛人やったけども、今はなんと権力の中枢にいている、ね。この木原の嫁になってると、これ、大事件やなと思ってるところにですね、この、えー、2018年家宅捜索に入った後に、ね。 おそらくですよ。おそらく、この官邸から、内閣の官房長官から、ね。もしくは、もうほんまに本人からかもわかりませんよ、これね。おいおい、誰の嫁にお前、家宅捜索入ってんねんと、ね。俺は権力の中枢の人間やと、そんな人間の嫁を逮捕できると思ってんのか、低秘刑。って、こんなことになったわけですわ。 そしたらね、刑務所行って捜査して、これ奥さんが犯人や思ってるけど、これ当然こんな権力の中枢の人間対応して、ね、奥さん当然これ自白せえへんやろうから、これは起訴できへんな。ほな、手引いとこう言うて、この捜査本部自体、再捜査の捜査本部自体が解散になったという話ですわ。ここをつつかれてるいうことなんですよ。お前権力の中枢にある人間がそんなことやったんちゃうかもしそんなことやんねえやったら、ね、そんなことに権力つこてええんかとね。 えー、日本の、ね、国民から選ばれた、ねえー、人間が、ね、逆にこんな事件があったらそれは 真摯にそこと向き合ってですね、そんな裏から手回し逮捕すんなとかやっ,てやったやんと、これ大事件やないかと。ね。いうことを今やってるわけですよ。そもそもここがダメなんですよ。これはダメですよね。権力の中枢にある人間がやってるわけやから。しかも普通の権力やないんですよ。その辺の権力持ってる人間やないんですよ、やったのが。ところが、この事件、こっから先にね、木原が告訴する言うたもんやからね。これま、なんで告訴する言うたか言うたら、やっぱこれは一つのポーズやと思いますよ。 で、告訴するって言うといたら、まあ、はっきり言うて、いろんな記者にもインタビュー答えんでいいよね。今これ告訴してね、刑事事件の事案ですから、ね、民間の方にはノーコメントって言いやすいやんか。まあ、そんなこともあって告訴したと思いますよ。ね。だけれども、こっから先、どん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 出てきますよ。この木原っていうのは、誇りがある人間です。叩けば誇りの出る人間です。やっぱり上に登っていく人間っていうのは、それなりに、 これ、動かせなダメなんですよ。分かりますよね。こんなこと僕が言わんでもね。えー、闇のチャンネル見ている皆さんですからね。それ、どっからその金流れててんと、どっから銀座で飲む金生まれててんっていうことになったら、当然支援している金がなかったら、銀座一晩何百万も使われへんからね。それ、月何、何千万も金使われへんわけやからね。その金どっから出てんとね、いうことになるじゃないですか。それで闇のお金の流れであったりとかね。当然、こんな権力を持ってる人間ですから、ね、特に権力を持ってた菅さん がもしもしリークしてんねやったら、いろんなこの岸田の周りのいろんな人間の闇っていうのをどんどん暴露していって、政権をひっ,ひっくり返したりと、次期総裁選出たりということをやってると思いますよ、悔しい思いしてるからね。なので、僕は何が言いたかったかというとですね、あのこの僕はこの権力を持ってる人間が、権力を盾にやったことが悪いんやということを正々堂々と報道してほしいんやということなんですよ。 ね。これ、普通に、僕思うけど、普通に、木原がね、そんなね、権力をね、盾にね、物言わんとね、そんなことがあったかと嫁にちゃんと問い合わせて、嫁に対して、俺は守るんやという会見、男らしく会見をして、もしも嫁が犯罪を犯していたということが、ね、えー、僕も捜査に協力して分かったんだったら、僕は、ね、官房副長官、政治家としての、ね、これは、 あの、仕事を任務を全うすることができない。当然そうです。その権力の集中しているところの人間、特に政治家の身内に犯罪者がいたら、これはちょっと政治家としてはもうアウトですからね。えー、これは本人のことじゃなくて家族にそんな人がいたらダメ。特に嫁やったら無理ですからね。これは辞任したらいいと思いますけれども、えー、ここで一生懸命やったらよか、あの、そういうことを言ったらもっと気持ちいい事件やったと思うんですよ。だってね、今までの官房長官とか、まあ、安倍さんにしかりですね、 いろんなこと言われましたよね。安倍さんもね。えー、森かけ問題にしてもいろんなこと言われましたよね。<laughs> えー、あと桜を見る会とかね。安倍さんはもういろんなこと言われたけれども、一回たりとも権力を使って民間の会社、ね、そういった新聞記者とか応用したこと一回もなかったでしょう。おい、こら文春そんなこと書くんやったらお前告訴するぞなんて言うたことないよね。 だから恐ろしいことを言うてしもうた。だからこれ人間性が現れてるいうことですわ、木原の。だからこの一言で彼は政治家に向いていない。ね。と思います。うん。 で、この奥さん自体が犯人かどうかということですけれども、これはね、やっぱり事件を考察していくとこう思いますよ。だって夜中奥さん自宅にいたんですよ。ね、旦那が下で覚醒剤飲んで暴れててブスー言ってんのにね、2階で気がつかんと寝てた。ね、これはありえへんよね。ほんで夜中たまたま現れたお父さんが発見した。それで知ったう <laughs> これはちょっとなかなか、だけどももう十数年前やしね、自白がなかったらっていう事件だけれども、僕は個人的にこの事件違和感だらけやから、もし事件のみを考察するとしたら、えー、この事件は奥さんの犯人の確率が5割ぐらいあるな。で、まあ、玄関の鍵が開いていた。お父さんが第一発見者、旦那が覚醒剤を飲んでいた。元関東連合と関係していた。旦那を洗ってみたら、旦那をやりたい人間がたくさんいたいみたいなことも出てくるかもわかれへんから、 考察は考察でまたね、考察でね、えー、する機会があったらしたいと思いますけれども、まず今言いたかったことは、この木原のことに関して、そもそも何が悪いのかっていうと、検事総長であったり、警察庁長,長官を任命できる内閣、この内閣の中枢の権利、ね、官房副長官のね、えー、岸田の右腕と言われてる人間が、権力を持っている人間がね、ね、お前そんなことやったらっていう脅しを、こっするぞって脅しをかけたり、隠蔽することをやったこと自体が俺は許されへんっていう話。 ですちょっと土木が長くなりましたけれどもこの事件のそもそも何が悪いかっていうところ皆さん頭に入れてこの事件を祈ってください、ね、そうするとこういったことこの事件の後のことでこいつは辞任することになると この事件そのもので辞任するんじゃなくて、この事件を隠そうとして権力を使ったことに関して辞任することになると思いますよ、ということが言いたかったんです。はい。えー、いかがでしたでしょうか。えー、LINE も始めました。えー、LINE 登録しといてください。避難所あります。このチャンネルがバースされた時に避難所も登録しといてください。すべて概要欄にあります。チャンネル登録を読んでいくということでした。以上、ジュジーチャンネルでした。